アイテム番号、SCP-3001。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-3001 へのさらなる意図しない侵入を防止するため、すべての財団の現実歪曲技術はクラス、C、ブロークン、型ワームホールの生成を防ぐための、複数の新規開発されたセーフガードを用いてアップグレード、もしくは修正されます。SCP-3001 に関する知識は、それを学ぶべき全レベルの職員に開放されますが、SCP-3001 及びその関連技術の研究と実験は、サイト1億2012万1124。133から特別なクリアランス指定を受けたレベル3以上の職員に厳格に限定されます。説明。SCP-3001 は、瞬間的なクラス、C、ブロークン、エントリー、ワームホール1の生成を通じてアクセス可能な逆説的な平行、ポケット、非次元、です。平行宇宙は無限に拡大すると考えられる一方で、ヒュームと時空の関係についてのケジェルの現実性の法則に反して、SCP-3001 はほとんど物質を含んでおらず、0.0322 という極端に低いヒューム値を持ちます。この現象により、内部の物体の劣化は極めて遅く、通常は致命的となる損傷でも生体や電子機器の機能は奪われません。シミュレーションによると、生物は肉体から 70% 以上の組織が失われても、脳の 40% が残存している限り通常通り機能すると示されています。しかしながら、長時間の暴露により、物体は SCP-3001 自体のヒュームレベルに近づき、物体自身のヒュームフィールドが崩壊するに従って重篤な組織や構造の損傷を引き起こします。SCP-3001 は当初現実歪曲技術の試験と収容を行う施設であるサイト、120で2000年1月2日に発見されました。ロバート、スクラントン博士と、妻のアナ、ラング博士はサイト、120の主任研究員であり、ラング、スクラントン安定器、LSS-3 と呼ばれる実験装置の開発を行っていました。予期せぬ地震により、サイト、120の現実性研究室 A の LSS が損傷し、スクラントン博士は SCP-3001 に転送されました。スクラントン博士は当初は死亡したと考えられていましたが、彼は少なくとも5年11ヶ月21日の間生存していました。この間、彼は SCP-3001 内での経験と観察を、彼と共にクラス、C、ブロークン、エントリー、ワームホールを抜け SCP-3001 に持ち込まれた。理由は不明ながら依然として機能していた LSS のコントロールパネルを用いて記録することができました。これらの記録は後に、より発達した現実歪曲技術の試験の予期しない副作用により、パネルが突然出現したことにより回収され、SCP-3001 の研究の基礎となりました。新たな技術が開発されているにもかかわらず、スクラントン博士の回収と再統合は成功していません。彼の現在の肉体と精神の状態は、まだ生存しているならばですが、不明です。スクラントン博士の回収に関してのさらなる情報は、倫理委員会による審査中です。スクラントン博士のログの文書化は以下になります。最初の8日の間、スクラントン博士からは解読可能または意味の通る発話は記録されない。彼はパニック、混乱、怒りを交互に繰り返しており、SCP-3001 内を出口を探して移動しようと試みているように見える。11日目に彼はようやく録音機器に接近したが、さらに数時間、それが作動していることに気づいていなかった。名前、ロバート、スクラントン、39歳、誕生日、1961年9月19日。好きな色、青。好きな曲、リング、オン、ア、プレイヤー。妻、アナ。アナ。名前、ロバート、スクラントン、39歳、誕生日、1961年9月19日。好きな色、青。好きな曲、リング、オン、ア、プレイヤー。妻、アナ。彼女の目は緑で、私は彼女をとても愛している。名前、ロバート、スクラントン、39歳、誕生日、1961年9月19日。好きな色、青。身長178センチメートル。体重85キログラム。妻、アナ、すまない。名前、ロバート、スクラントン、39歳、誕生日、1961年9月19日。好きな色、青。妻の名はアナ、
1991年8月12日に結婚。彼女が外で無事ならいいのだが、彼女を無事でいさせてくれ、彼女を無事でいさせてくれ。ロバート、スクラントン、39、アナ、アオ、妻、頼む、頼む、神様、お願いです。アナ、アナ、アナ、ボ、バナ、アナ、ボ、バナ。なんだ、あれはなんだ？この時点で、スクラントン博士が録音機器の点滅する光に気づいたと思われる。なんてことだ、これは実際に録音してるのか？金属の鳴る音が聞こえる。声は高揚してパニック状態である。私の名前はロバート、スクラントン、そう、そうだ、私の名前、ロバート、スクラントン、サイト、120の研究者。実際わからないが、覚えていない、おそらくは10日、だが、私はわからない、神よ、誰か聞いているか？私は何が起こったのかわからない。私がどこにいるのか、そして頼む、誰かいるか？ハロー、誰か？誰もいないのか？神よ、狼よ、クソ。なぜこれが動作しているのか？これはありえない。これが動くはずがない。何なんだこれは？私は死ぬよ。私は、どれくらい長くここで喋り続けられるか試す必要がある。録音ログには録音時間の下限界みたいなものだがあるはずだ。だがな、何も見えない。点滅する赤いライトが見えるだけだ。スイッチらしきものは何も見えない。本当に空腹だ。喉も引いている。私はこれまでに脱水で死んでいるはずだ。だがなぜかわからない。はい、小さな赤いライトさん。僕に話しかけてくれるかい？アナに、僕のために話しかけてくれるかい？ハロー。操作盤を見つけたぞ。2週間、3日、47時間、58分。2週間、3日、47時間、58分。2週間、3日、7時間、58分。2週間、3日、7時間、58分。おお、神よ。プレイバックにエラーがあります。プレイバックにエラーがあります。プレイバックにエラーがあります。どこにいるかはともかく、明らかなことが一つある。生存のために食事は必要ない。辛い、とても、だがこの点で、死ぬことはない。だから、私には時間があると、思う。何か奇跡が起きて外に出れるかもしれない。はは、夢見続けるんだロバート。そうだ、私は疲れた、眠ろうと思う。3週間、4日、19時間。はい、アナ。僕はまだここにいるよ。ここにいるよ。帰るからね。2ヶ月、4日、3時間。はい、ロバートだ。そう、私はこの数週間録音はしていない。はあ。ごめん、ちょっと準備が必要だ。深呼吸。私は忙しかった。私のいる場所についてもうちょっと知ろうとして。私の牢獄。私だけの王国。ロバート王。神よ、私はクソ。この場所には空気があるのか？臭いロバート王。めちゃくちゃ空虚な王。ファック。すまない。私はプロフェッショナルでなくてはならない。十分休んだら戻ってくるよ。オーケー、それでは、深く息を吸い、吐き出す。私の名前は、ロバート、スクラントン。サイト、120の主任研究員だった。さらに発達した対抗手段の開発のために、様々な現実歪曲型 SCP の研究を行う財団施設だ。最後に、赤いライト、私に話してくれ。2ヶ月、8日、16時間。赤いライトの湯には、私は、空のポケット次元と私が考えている空間に囚われているようだ。一人でそう？一人で。全く一人で。私はこの場所を SCP と呼ぶ？わからない。我々がどこにいるのか私は忘れてしまった。混乱してる。私は過去に何が起こったのか覚えていない。赤いライト、もう一度繰り返してくれ。2ヶ月、8日、16時間。だが、周囲にはこの点に関して議論する相手もいない。私自身を繋ぎ止めるために、このコントロールパネルへ話しかけている。私は記録し続けなければならない。将来、私のように終わる不幸な人間が出るかもしれない。
そして、もしこれが外に出ることができたなら、それを発生することを防ぐ助けになるかもしれない。これが今私にできる唯一のことだ。そして私には何かすることが必要なのだ。ははは。は。だから、ロバート、スクラントンは、新しい SCP を、将来の研究目的で記録する。それがやるべきことだ。始めるぞ。2ヶ月、11日、10時間。アイテム番号。SCP、知らないよ、そんなのは。オブジェクトクラス。ユークリッド、ユークリッド、多分、だがわからない。状況によりアップデートしていく。もっと探索しなくては。特別収容プロトコル。臆病に聞こえるかもしれないが、我々はこれを収容できるかわからない。ここは、明らかに地球上ではない。正直言って、ここがどこだかわからない。私は、この空間と安定器のプロトタイプが何らかの相互作用をしたと考える。後でこれをまた説明する。OK。そう、私がどこにいるにせよ、これが収容できるとは思えない。生成と同じく。違う。私が探ししてた言葉はこれではない。侵入。そうだ、侵入の方がいい。私はここへとてもむごい現実歪曲事故で入った。そして、違う、ロバート、そんな風になるなまだ、出口がないかどうかなんてわからないじゃないか。リビン、ONA プレイヤー、ハーフウェイ、デアー、エヘン。2ヶ月、11日、18時間。それで、待て、違う、説明だ、ロバート、フォーマットに従うんだ。この場所、私が考えるには何らかの現実性のギャップではないかと思う。ここは暗い。本当に暗い。内部では、この私の言葉が録音されていることを示す小さな赤いライトが唯一見える光だ。自分の手も見えない。ようやくコントロールパネルが見える程度だ。ライトを中心にして、どの方向へ何歩離れてるか覚えなくてはならない。まだ100歩以上離れたことはない。それ以上はとても怖い。はは、もう髪が白くなってるんじゃないかと思うよ。見ることはできないけど、そういえば最近頭も痒いんだ。そのことを考えなければ大丈夫だけど、でも顔全体がヒリヒリする感じがある。なぜかはわからない。2ヶ月、15日、4時間。OK、ふう、は、私は少し落ち着かなくては、ジーザス、神よ、クソ。私はこの場所の特性をまた一つ見つけた。ここまでずっと、ある種の、平面を歩いているんだと思っていた。小さな赤ライトを明ら続けながら、見える限界まで行ってみた。平坦な道をまっすぐ歩けるように感じた。ジーザス、塔が混乱している、アドレナリンがまだ出続けてるんだと思う。だが、私の仮説が正しいなら、そしてこれが一種の現実性なら、虚無だ、そして歩けるような地面はない。今考えてみると、ここにいる間、私は歩いているように感じた。だが何かの中を泳いでいるようでもある。そしてその何かは濃厚で、形にフィットして、それ自身の、圧力がある。適切な言葉とは思わないが、しかし由々しいことに、この場所は筋が全く通らない。そして私は全力で理解しようとしてるんだ。わかるか？神よ、すまない。つまり、思いつく限り一番いい表現は、濃い黒いゲルの中を歩くようなものだ。私を、表面、に留める十分な張力がある。しかしもし私が、十分強く下がろうと念じれば、効果できる。待て。もっと試してみる必要がある。また戻る。2ヶ月、17日、2時間。進行方向は、特定の方向へ移動しようとする意識のインパルスに強く影響される。つまり、これは完全な現実性ギャップではない。少なくとも私とアナの理論によれば。もし完全な現実性ギャップならば、私は全く動けないはずで、空間は存在しないはずだ。OK。これで以前より筋が通ってきたぞ。すごいぞロバート。何かひらめきそうだ。考えるんだ。小さな赤から、平面を歩いて近づいたり離れたりできた時点で気づくべきだったんだ。これで空腹や脱水で死なない理由も説明できる。ここではほとんど時間が経たない。OK。では私は小さな赤のすぐ側に立って、下へ、OK。ここから小さな赤を3次元空間の起点と考えるんだ。直進して、下がる、そうだいいぞ。そして小さな赤の元へ、上がって、戻る。そして赤を飛び越えて、飛ぶ、こともできる。ここでの移動は遅い。私の言ったように、
ゲルの例えは最も上手い描写だ。2ヶ月、22日、3時間。アップデートのために戻ってきたぞ、レッド。さあ、ははは、来いよレッド。気楽に構えてくれよ、来店 UB。は、ダジャレのつもりじゃなかった、レッド。ちょっとは笑えよ、面白いだろう。何にせよよし。おほん。この場所は依然としてケジェルの現実性パラメーターの法則にはほとんど従わないようだ。ほとんどというのは、本当にほとんどないんだ。私の計算が正しいのには自信がある。だけど、待ってくれ、もう一度チェックする。ジーザス。よし、よし、大丈夫だぞ。オーケー、この場所は、もし我々が標準のヒュームスケールを使っているならば、私はヒュームスケールが 0.04 くらいの現実性の中にいることは確実だ。そう、そう、これは本当に、本当に、本当にすごく低い。なので、私がさっき言ったように、時間も空間もとても小さなスケールで存在する。だから私の生態活動は栄養失調によって終わることはない。しかしそれは同時に、同時に何を意味するのかよくわからない。先のエントリーに加え、私は私の生態活動がこのような低いヒューム濃度でどう反応するのかはわからない。私はほとんどにおいて平均より高いヒュームフィールドの研究をしてきていて、0.8 より下のフィールドを持つ現実歪曲器は試験したことがないんだ。これが最初の例になる。これまでで最初の。私はサイト、133の、プロメル、キラー、を覚えている。彼らはそれがヒューム濃度の下限界についてのそれまでの理論を覆すのでそう呼んでいた。とても高価で、奇妙な機械だった。小さな領域を 0.4 まで下げるのだ。0.05 というのは、ああ。嘘をついていた。嘘をついていたんだ。以前のログで、自分自身に。私の体、そして、この小さなレッドも、我々はこの場所で最も現実的な存在だ。それはつまり、時間の経過とともに、ヒュームフィールドは一定になろうとする。そして、私は、またちょっと計算、をしなくてはならない。レッド、アナ、ノートを取ってくれ。私はケジェルの第2第3第4法則を使っている。準備できたか ?0.05 を環境値とし、私の外部フィールドを、1から1.4 のどこかとする。第2法則のエラー予測補正を使え、そして私の内部を、クソ、まだ私は大丈夫だ。僕は現実、僕は超現実、素晴らしく現実、ものすごい現実、非現実の世界で最も現実的な男だ。いつもながらユーモアのセンスがないな、レッド。僕は LSS について話してるんだぞ、レッド。僕たちがここに送られた時、僕たちの現実性は最高に盛り上がったんだと思うよ。レッド、クラスで注意を払わなかったのか、そんなに済ますなよ、レッド。オーケー、問題は、LSS が過電して僕たちを。2ヶ月、18日、7時間。ダメだレッド、全然違う、君のケジェルの第3法則方程式の変換が間違えてるに違いない。僕たちを飛ばした LSS の故障のために、俺たちは 2.2 から 3.6 のどこかにいる。そうだ、それでいいぞレッド。すごくいい。これは、そうだ、レッド、僕たちが死ぬ前に、僕たちには考えてたよりも多くの時間があることを意味するぞ。オーケー。2ヶ月、24日、5時間。およそ3年。4もし私が相互作用しすぎなければ、もしここに LSS があれば、それを、8まで延長できただろうに。それは最善の場合のシナリオだ。だが私は、だが、3年で後戻りできないポイントに来る。ははははは。私は絶対にそれまでに何かを突き止めなくてはならない。私はしばらくは大丈夫だと思う。少なくとも、ダメだ。私はそんなに長くここにいるつもりはないぞ。絶対に何かを突き止めるんだ。アナ、こんな時はどうしたらよい？君の助けが必要なんだ。このヒリヒリした感じ、僕のヒュームフィールドが散逸している、僕の現実性が薄れていく。3年、僕は3年以内に自分自身を安定化させる必要がある。私は考えている、アナと私、我々は、ヒュームフィールドが低い時でも、それはヒュームフィールドに違いないという理論を持っていた。それが低いからこそ、ヒュームの拡散には極めて長い時間がかかる。
今もし私がフィールドを貯めて再利用できたら、拡散して薄くなりすぎるのを防げたら、私はもしかしたら、これは理論に過ぎない。だが、試す価値はある。しかしそれは。へい、レッド、僕は少しの間行かなくてはならない。試したいことがあり、君を連れて行くことはできないんだ。すまない。いや、違うよレッド、本当にすまないと思ってるんだ。君と一緒に行けたらと思うよ。でも、もし僕たちが一緒にいたら、拡散は早まるんだ。僕たちにはできるだけ多くの時間が必要だ。僕はこの場所をもっと知る必要がある。そして君は全ての情報を頭の中に覚えておかなくちゃいけない。レッド、こっちへおいで。君はアクンは大丈夫だよ。僕にはわかる。君は強い。僕なんかよりずっと、ほんのちょっとの間だけだよ。レッド、僕らをもうちょっと長く生かす方法を見つけることができるか、試す必要があるんだ。もしかしたらここから出ることすらできるかもしれない。もし十分なフィールドを貯めることができたら、二人でここから出ることだってできるかもしれない。違うよ、まだわからないよ。でも僕は見つけなくちゃいけないんだ。レッド、これは脱出の可能性の話だよ。OK、そう、これはギャップだ。ギャップには終わりがあるはずだ。まるで谷の壁のように、わかるかい？僕は壁を見つけなくちゃいけない。そして僕は。じゃあ、行くよ。また会おう、すぐに。6ヶ月、10日、5時間。ハロー、小さなレッド。しばらくぶりだね。覚えているだろうけど、思い出して、自分がなんでそんなにワクワクしていたのかわからないよ。この場所は、神よ、この場所は、地獄だ。ここに果てはない。それはただ続くだけだ。私はある方向へ二日に二ヶ月旅し続けた。神様、私はなんてバカだったんだ。どうしてここから出れるなんて考えたんだ。まるで愚かな昔のヨーロッパ人が、海が途中で落ち込んでいると考えたみたいに。大バカだ、ロバート、バカだ、ただ、ああ。もし落ち続けたなら、私はそこへ着くのか？ 10 ヶ月、28日、15時間。そこなんてない。そしてお前もクソ野郎だ。ごめん、レッド、行かないでくれ。消したりしてすまない。戻ってきてくれ、頼む。僕は40になった。誕生日おめでとう、ロバート。僕は養子なんだ。知ってたかい？そう、僕の養親は道端の箱に僕を置き去りにしたんだ。アメリカ人の夫婦に拾われた。だから中国人らしくない名前がついている。僕は自分の本来の名字も知らないんだ。聞いて欲しくなったんだ。君はどうだい、レッド？アナと僕は1988年にサイトで出会ったんだ。彼女は美しかった。今でもそうだ。彼女の目は美しい。僕の目は灰色だ。退屈だろう。でも彼女は、美しいんだ。君はどう思う？彼女は今でも僕を心配してるだろうか？リトル、レッド、彼女はまだ僕を探してるかな？レッド、君はいい聞き手だ。でも君自身について話してるのを聞いたことはないな。言ってみろよ、恥ずかしがるなよ。ここには他に誰もいない。そうだろう？ははは。申し訳ありません、ロバート。それはできかねます。ははは、レッド、君は面白いな。君は結婚してるかい？子供はいるかい？家族はいないのかい？ガールフレンドは？ボーイフレンドは？レッド、僕はとやかく言いやしないよ。ただ、話してくれよ、頼む。頭が痛い。足が永遠に眠ってしまうみたいな感覚がする。子供の頃コミックストアで働いていたんだ。その頃は安くてね、その上僕は毎週末にタダでもらってた。スパイダーマンが一番好きだったな。僕は道端で箱に入れられていたんだ。僕は、なんだと、そんな、レッド、僕の写真を知らないか？写真だよレッド、アナの写真だ。どこに、出てこいよ、出てきてよ、どこに、アナ、どこへ行った？ダメだ、頼む、これだけは、頼む。消えていく、彼女が消えていく、頼む、アナ、ダメ、頼む、出てきてくれ、愛する人よ、ここにいてくれ、早すぎるんだ、僕が計算違いするはずない、間違えていない、なくちゃいけないんだ。アナ、君をつかめない、帰ってきてくれ、アナ、愛する人、かわいいアナ、
頼む、君がいてくれないと、君が必要なんだ、頼む、頼む、行かないでくれ、僕はここだ、僕はまだここにいるんだ。レッド、助けてくれ。アナ、頼む、頼む、行かないでくれ、行かな。黒い髪、緑の目、160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 。スクラントン博士はこれを3時間繰り返す。アナと僕は91年に結婚した。仕事のせいで、僕らが本当に欲しかった最高のスーツやドレスは着れなかったけど、でも、僕らはすごく決まってた。アナの方が綺麗だったよ、もちろん。僕らはダンスして、一晩中ダンスして、そして丸一週間の休みをもらった。僕らのみたいな仕事でも、ハネムーンくらいは行かせてくれる。だから、来てよレッド、握手しよう、ハイタッチだ。来いよ、来いよレッド。1年、2ヶ月、27日。ああ。続く録音は、コントロールパネルが時間を告げる自動音声のみが、1日から3日の間を置いて、時として数ヶ月のギャップを挟んで記録されている。時折、スクラントン博士のすすり泣き、叫び、不明瞭な発話が混じる。このような録音は2年7ヶ月28日に達するまで続き、その後は全く音を拾うことなく2ヶ月が過ぎた。スクラントン博士の声は明らかに歪んでいる。彼自身とコントロールパネルがついに現実性崩壊したことが原因と考えられる。ロバート、サム。私にはもはやここにおける現実とは何かわからない。私が現実なのかはっきりしない。あるいは、それに近い、もし私が本当にこうして消えるなら、私はまだ死にたくない。死にたくない。狼よ、私は死にたくない。私は斜め上へ、6ヶ月移動した。斜め下へ？いや、真下へもう一度、8、まだそこはない。レッド、そこはない。最近はどうだい？レッド、ここずっと、僕の言葉を聞いているのかい？頑固なチビだな、レッド。ルーシー。え、レッド、すまない。ちょっと眠っていたようだ。なんだって？ああ、ごめん、思い出すよ。ルーシー、もし子供が生まれたらそう名付けようと思ってた。ルーシー、スクラントン、ルーシー、ラング、アナと僕は語呂がいいと思ったんだ。いや、レッド、男だったらなんて名前にしようとしてたか？思い出せないんだ。おはようございます、おはようございます。私たちは、の、話を。僕はタップダンスが本当に苦手なんだ。もう足が感じられない。オーケー、じゃあ君がやってみてくれ、レッド。ケジェルの法則ではヒュームフィールドは拡散し続けると規定される。ケジェルの法則によるとこのまま続けば私の睾丸もそのうち脱落する。アナ、アナ、ボ、バナ。母、彼女はこの歌が嫌いだった。そして僕はこれで彼女をからかうのが好きだった。アナ、アナ、ボ、バナ、バナナ、バナナ、バナナ、かな。僕ら二人の間の冗談だよ。知ってるかい？こうやって単語を変えていって、次は君の番だ。間、やってみろよレッド、もう大きいだろ、と年らしく振る舞えよ。ため息、いいよ、君もいつかユーモアが身につくだろうよ。多分ね。ははは、外に出たら科学の話をたくさんしないとならないぞ。この場所は法則がめちゃくちゃで、今まさに僕の手も崩れていってるんだ。蜘蛛の巣だ。僕の左手、蜘蛛の巣みたいだ。前にサイト、120には現実改変する蜘蛛がいてね。潰せばよかったな。レッド、外に出たら僕のためにそいつを潰してくれるか？1日平均 1015km、加えて数回の休み。302万、3010いや違う、11違う違う10。少なくとも残り300そして、クソ、違う、下へ行くのはもっと早い、クソ、600km 下だ。戻るにはもっとかかった。とても深く、そこがないのか無限かそれ以上。
黙れよロバート、面白くないぞ。ヒュームフィールド、ブームフィールド、崩壊速度は、補正プロメル相関の定数はいくつだった？ 10 の4乗か？いや、5乗、5乗だった、と思う。1年、多分加えてあと数ヶ月。レッド、デイビッドってどう思う？デイビッド。覚えてるだろう？男の子だったらなんて名前？そう、それ。ごめん、起こしてし。僕の手。手がお互いにすり抜け。レッド、助けてくれ。僕の手を感じないんだ。お互いにすり抜けてまるで氷水みたいに。レッド、僕は、ああ、神様。はあ、レッド、知ってるだろう。おじさんがよくやるいたずら、親指が取れたように見せかけるやつで、実は挟んで隠してるやつ。それをやってみたんだ。親指で、痛みも感じない、ただ外れただけ。思うんだけど、ああ神よ、私は病気なのでしょうか。わたわた、おうとする音、指は浮かんでいるけど、拾えない、手がすり抜ける。ああ神様、私は、僕の小指、玉ねぎみたいな感じだ。そう、バラバラになったみたいな。ナイストライだ。指輪が右手には舞った。ナイストライ左手。右に、自分を通り抜けて、自分が自分の中に入っている。ああ、暖かい。だけど冷たい。眠っていると、手が頭に入ってくる。仰向けに寝ている。止まっている。僕はテレビの上に止まっている。はははは。いいぞ、腎臓は変化確か必要じゃないもんな。そうだろう、合ってる。レッド、これを見ろよレッド。はは。心臓は残さなくては、心臓だけ、僕に必要なのはそれだけ。ルーシー、デイビッド、そこにいるのか？会いたいよ。ルーシー、デイビッド、ずるいぞ。来いよ、へい、走り回らないで、こういうことを言うときは冗談だよ。冗談だよ、来いよ、困ったな。冗談だよ。僕は男だ、男になれ、ロバート。お前は男だ、なんだよこれは。アナ。4年、6ヶ月、18日。私は、もうこれ以上自分ですることすらも、私は、勝手にそれが起きているような、ついに私は、言い表せない。私は、まだ怖い。私はもはや食べることはできない。なのに、まだ、空腹を感じる。ムカムカする、ロバート、わかってるだろう。見るな、レッドもそう考えている、ダメだ。この子豚が市場へ行きました。子豚は、どこかへ行きました。この子ぶ、足、レッド？5年、13日。はは。5年、15日。やめろ、それは痛いんだ。5年、19日。少し具合が良くなった、レッド、ごめん。調子はどうだい、レッド、まとまってるか、素直になれよ。助けが必要なんだ、僕には助けが。レッド、来いよ、それをやめろ、行くな。きついのはわかってるよ。暗いのも。だけど、ここは暗くて、僕らはまだ一緒にいる。来いよレッド、ダメだ、それはダメだ、レッド、こっちへ来い。一緒にいてくれ、レッド、僕はまだ触れるぞ、触れるんだ僕を見てまだ死なないでレッド、ダメだレッド。続く9ヶ月、音声は録音されていない。5年、9ヶ月、3日。レッド？ 5年、9ヶ月、3日。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 自動メッセージが97回繰り返す。
やあ、おちびちゃん、僕老いていってしまったのかと思った。スクラントン博士の声は激しく歪んで、小さい音声のため、判別できる限界に近い。すまない、すまないレッド。だけど、ここにはもうほとんど残ってない。僕は、とても辛い。僕は、184。184回死のうとした。だができない。何をやっても死なない。僕は自分がどの程度残っているかもわからない。最低でも足が一つ、なぜなら移動できるからな。おそらく足の筋肉も少し、だけどとても弱い。内臓はダメだ。おそらくは心臓、そして肺。この場所は、決して僕を死なせない、疲れた。僕は、死んだんだレッド。そんな風に僕を見るな、僕を憐れむな。僕はショックも、怒りも、それと、できない、224、数え間違えてた。1234、スクラントン博士は1から220、245数回、12時間にわたって数える。僕は死んだ、何回も。窒息しようとした、首を絞めようとした、自分を噛みちぎろうとした、そしてこの場所、現実ではない。僕は自分が地面にいるのを見て、そして、どこへも行けなかった。僕は逃げられない、逃げ道はない。ただ仰向けに寝ている。そして見るたびに、自分が消えていっている。おお、神よ、これだけ自分が亡くなっても、私は生きているのですか？それで、なんで君は今戻ってきたんだ？何を言いたいんだ？5年、9ヶ月、12日。この場所は狭くなってきてる。レッド、どうやったんだ？僕は、この場所には今は確実に終わりがある。神のみぞ知る、ベールみたいなものが遠くへ伸びていて、それに触れるとすごく痛む。レッド、何が起きているんだ？暗くない。あのボーダーか何かはどんどん明るくなってる。いや、今でもすごく暗いでも、狼よ、今は何かが見える。私は、狼よ、これは何なのですか？狼よ、私がこれほどむごいとは知らなかった。狼よ、ほとんどなくなっている？5年、10ヶ月、10日。レッド、君は硬い。まるで、違う、君はとても硬い。君は現実だ。そして僕も君に触れていると現実になる。だけどそうするととても痛いんだ。君に触れていると自分がバラバラになりそうで。君は本当に痛い。ジーザス、痛い。何が起きているんだ？およそ直径3キロ、そして狭くなってきている。これはケジェルの第4法則か？だけど、何をやってるんだ？へい、私はまだここにいるぞ、止めてくれ、崩壊してるんだ。おい。2km。狼よ、近づいてきたら何が起こるんだ？くそ、レッド、痛い。崩壊ではない。波だ。これは波、なんだと？ロバート、お前は天才だ。壁じゃない。窓だ、窓が開いている。5年、10ヶ月、24日。アナ、聞こえるかい？この波、この場所、OK、想像してみてくれ。二つの現実は重ねられた二枚の紙みたいなものだ。この場所は間で潰されたような空間だ。平行に、二つの現実性しか存在できないはずだが、この場所は小さい、でも無限の第三の、狭間の領域なんだ。まるでポイント A からポイント B への橋を横切る穴に落ちた時のように。クラス、C ワームホールを思い出してくれ。その理論はたくさんの穴があるワームホールについてのものだ。ここはそういうワームホールが導く場所の一つだ。それは別の世界へと導くのではなく、無へと導くのだ。行き止まりだ。この場所は行き止まりだ。クラス、C、ブロークン、エントリー。この波は、いずれにせよ、この場所と相互作用している平行現実から来ているんだ。つまりこの場所が極めて微小な隙間に存在していることを示している。そして、私とレッドを押している。なぜなら我々にはある程度の現実性が残っているからだ。そこへ向かって押して、あるいは吸い出している。次第に新しいワームホール、ホームへと向かう、ワームホールを作りながら。窓が閉じて、私が帰った時何が起こるんだ？考えるんだ、クソ。ロバート、考えるんだ、もっと深く。レッド、僕は、ジーザス、僕は君から離れなくてはならない。わからないが、君は病気か何かだ。今の君は本当におかしい。
良くなったら呼んでくれ。考えられない。そうだ、道、たくさん、は。滴る。これはどこに、くく。雑音。僕は、雑音、吐き気なんて長らく感じてなかった。僕が、おうしな、男だろ、ロバート。狼よ、神よ、もうそれは、神よ、それは、雑音。音が割れる。なぜだ、なぜ、こんなに吐き出せる。レッド、教えてくれ。僕はこんないなんて、血が止まらない。スクラントン博士は続く2時間泣き崩れる。気を、雑音、確かに、考えてる。レッド、自分がどこかへ戻れる状態になってるかどうかわからない。5年、11ヶ月、3日。違う、レッド、自己中心的なんじゃない。波が来ている。僕たちは近くにいちゃいけない。レッド、見て、僕を見て、これが見える？レッド、僕を見て、見て。僕らは近くにはいられない。死んでしまう。3年も一緒にいただろう、覚えている？なぜなら、この後、僕は死にたくない。レッド、僕はまだ怖いんだ。音が割れる。レッド、怖いんだ。オーケー、わからないかもしれないけど、君は人間じゃないんだ。レッド。ああ、ごめん、せめてごめん。レッド、違うんだ、来てくれ。そんなつもりじゃなかった。見てくれ、君は僕の友達だ。わかった、君は、僕の最高の友達だ。でも、これに向き合おう。君の方がここを出られる可能性は高いんだ。僕を一人にしてくれ。頼むよ。レッド、少しだけ。オーケー、僕は本当に。聞こえるかい？波が来ているよ、レッド。このハム音と振動が聞こえるかい？どんどん大きくなってる。そしてとても痛い。静かに泣き始める。とても痛いよ。違う、ダメだ、ダメ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 、なぜだ、なぜだ、行かせてくれ、行かせてくれ、行かせてくれよ、神様、すすり泣く。泣き声とうめき、あと5年、あと5年、これが続いたら、あと5年自分を再安定化できたら、僕はどうすると思う、レッド？続く5日の間、コントロールパネル波低周波のハム音がパルス状に聞こえるのを拾い始めた。音量は次第に大きくなり、それとともにスクラントン博士の叫び声、泣き声、理解できない会話がバックグラウンドに聞こえる。声が震えている、レッド。この時点では異形のハムノイズは20パルス、分検出される。5年、11ヶ月、9日。助けて。大きなギチャギチャという音が聞こえる。何かがコントロールパネルを叩いていると思われる。5日間完全に沈黙する。パルスの音量は増加し、周期も30回、分に上昇する。大きなバチャバチャとしたノイズ。レッド。スクラントン博士の声は極度に伸ばされており、ほとんど聞き取れない。レッド。レッド、君の足をくれ、助けが必要だ。レッド、君の肝臓を、腕を、手をくれ。レッド、もっとよく見える必要がある。ライトをくれ。いや、すまない。ライトはいらない。もうもらった。他の何かだ。アナ。綺麗な目が欲しい。アナ、アナ、君の目をくれ。僕には一つしかないんだ。アナ、アナ、君の唇をくれ。また君にキスをしたいんだ。アナ、アナ、君の舌をくれ。僕はクフフ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 フク、舌の鳴る音が何度も聞こえる。静かな笑いとすすり泣きの混合へと変化していく。アナ、アナ、つま先をくれる？グラグラするんだ。アナ、君の脳をくれ？僕には半分しかないんだ。ハム音が1分あたり46回観測される。泣く。ささやき。すまない、アナ、そんなつもりじゃなかったんだ。ごめん、怖かったんだ。本当にごめん。泣く。アナ、音声が乱れる。アナ、手を握ってもいいかい？指輪をなくしてしまったんだ。泣く。ささやき。オーケー、大丈夫だ。もう一つの出口を見つけた。まだ僕の体は十分残ってる。音声の乱れとともに、震える笑い声。あともう5年、何かを、思いつくまで、5年、笑い声は泣き声に変わり、続く1時間で次第に静かになる。静かに泣く。
まだだ、レッド、頼む、行こうとしてるんだろう。僕はまだだ、僕はまだ。バチャバチャとしたノイズが聞こえる。愛してるよレッド、愛してるよアナ。5年、11ヶ月、20日。ハムオンは60回、分。静かに泣く。あ、な。スクラントン博士の話し方はほぼ通常通りである。大きな金属音が聞こえ、続いてコントロールパネルを何かが叩くような音がもう一度聞こえる。5年、11ヶ月、20日。2005年12月23日、LSS コントロールパネルはサイト、120試験施設、現実性研究室 A に自発的に出現しました。博士、アンカーの初期ヒュームフィールド値は安定しています。出力は 2.3 変動は 0.001% です。いいわ、スキナー。この調子で行くといいわね。待ってください。なんだこれは？何があったの？何かが試験領域内に出現しました。何ですって？マム7アンカーフィールド内で大きな物体が実体化しました。指示をお願いします。パワーを落としますか？チームを呼びますか？スキナー、何をして、おう、何、どこからこれが現れたというの？わかりません、マム、ただどこでもないところから出現しました。覆われて、まるでこれは、ゼック、狼よ、すごい臭いです。これから匂っています。ジーザス。ゼック。これはまるで、死の匂いです。吐砂物と、血と、そして。マム？狼よ。マム？中止しないで、スキナー。繰り返します。中断しないで、フィールドを上げ続けて、中断しないで。マム、何が起きているんです？マム。ヒュームフィールドを 1.7 へ減少させて、収容エリアに入ります。フィールドを停止しないで。でないとこの物体の不安定化を招くわ。ああ、イエス、マム、ヒューという機械音。ええ、報告します。ええ、こちらマシュー、スキナー博士、チームの救援。水たまりを歩くような足音。ああ、神様、これは何？一体何？これはその、ああ神様。ロバート、あなたなの？ああ神様、あなたじゃないと言って。あなたじゃない、ロバート。私は、どうやってこんなことに？濡れた靴音が再度聞こえる。電子的なビープ音。マム、何をしてるんです？触れてはいけません。こちらはラング、スクラントン安定器のインターフェースです。お帰りなさいませラング博士、ご用命は？音声ログにアクセスして、2000年1月2日から再生、潰れたような雑音が聞こえる。ああ神様、どうしてこんなことが起きたんです？誰かがこの上で破裂したみたい。これはまるで、ゼック。これは、ああ神様これは、神様、お願い、嘘、こんな、愛義、泣く。灰色の彼の灰色、ああ、神様、もう一つは、どこ？音声ログにアクセスしています。続行するには音声でパスワードを入力してください、ラング博士。声が出ようとする、間、パスワード。アナビーオーバナ。ああ、神様、彼が、あらゆるところに、何なのこれは？命令を受領しました。処理しています。申し訳ありません。2000年1月2日の音声ログはありません。スクラントン博士は2000年1月13日に音声認識を用いてログにアクセスしています。金属のぶつかる音。今すぐ再生して、泣く。ああ神様、ロバート、愛する人、何が起きたの？了解しました、ラング博士。オーディオファイルを取得しています。マム、素手で触ってはいけません。有害な可能性があります。除染チームが来るのを待ってください。血がこんなにたくさん、ロバート、大丈夫？どこへ行ったの？ああ神様。液体を吹くような、ビシャリという音とキューという音。ああ神様、血がたくさん、キューという音、何が、ああ、息が詰まり、喘ぐ音、20秒沈黙。マム、ラング博士、お願いですから下がってください。彼の手、彼の指は、落ちて。マム、何が、ああ、クソ、ああ、ジーザス。ラング博士、下がってください。連れ出します、大丈夫ですから。
ファイルを取得しました。ラング博士。再生します。ラング博士、お願いです。一緒に来てください。助けを呼びます。聞こえてますか？ラング博士、ラング博士、聞こえますか？ラング博士。名前、ロバート、スクラントン。39歳。誕生日、1961年9月19日。好きな色、青。好きな曲、リング、オン、ア、プレイヤー。妻、アナ。アナ。何かが濡れた床に落ちるようなドシンという音。ラング博士、ラング博士、通信、こちらマシュー、スキナー博士、サイト、120現実性研究室 A、医療チームを至急よこしてくれ。